おはようございます。2012年4月27日金曜日6時5分になりました。いよいよゴールデンウィークが、もう早い人だと今日からも休みという人もいるんじゃないかなと思いますけれども、明日からね、ゴールデンウィークという方大半かと思います。でもって、観光地の方とかいろんなあのイベント関係の方々はこれからが本番っていうところでね、わたわたするんじゃないかなという感じですけども、まあまあ天気もねいいようなんで、各地いろんなところでゴールデンウィークを楽しめるんじゃないかなという感じはします。さて、今日もまた IT メディアニュースから見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら、タイトルが出てなかった、これですね。研究してみたに価値を、ニコニコ学会ベータが目指す新しい学会の形ということで、ニコニコ動画とかですね、そこで、展開されているそのニコニコ学会ベータっていうのが今動いてまして、でいろんなその何々してみたっていうのが、ニコ動ではねいろんなものをこう歌ってみたとかやってみたとか、なんかあの晒してみたとかいろんなものがあるんですけど、でそれで今度研究してみたっていうね、新しいそのジャンルでその研究した結果をいろいろ発表するというのを展開してるわけですから、それのですね中でニコニコ学会ベータというのを新たに作って、その中でそのいろんな研究を発表する場、要はいわばですね、なんとなく私の感覚ではこれって日本的なそのTEDのあり方になるんじゃないかなという気がします。あのTEDって、いろんなプレゼンテーションする場なんですけど、世界的にね、あのアメリカが中心でやってますけども、日本でもあの今、あっちこっちでこう動き始めてますけれども、その自分の研究発表とか意見とかそういうあの考え方とかね、そういうのを発表する場、プレゼンテーションの場としてこう注目されてるところなんですけど、あれは非常にね私面白いなと思ってるんですけども、でそれのですね新たなこう、日本版のあり方というかですね、そういうものがこう新たにこういうニコニコ動画みたいなとこからこう出てくるっていうのは非常にね、新しいこう一つの可能性っていうのが出てくるんじゃないかなという気がします。でこの運用の仕方もですね、このニコニコ学会ベータの場合もやっぱりその運営資金っていうのはどうやって引っ張り出すのかっていうので、ネットでですねあの支援者を募集するというやり方で、こっちですね、あのクラウドファウンディングっていう、まあ、要はあの一般の人から、お金を募って、で動かそうということ で目標のですねあの100万っていうのはもう達成しているというね、現在で、110万7千円集まっていると、ね、そういうふうにこうなってきて、なかなかこういう動きっていうのはだんだん日本も面白くなってきたなと。で先日もフリーターのマラソンランナーと言われている無職のマラソンランナーみたいな、あのオリンピック出場を決まった日本人の方ですね、名前ちょっと今ど忘れしましたけども、その方なんかもあのネットで、そのスポンサー募って、で渡航費とかね、そういうもの結構お金かかるんで、スポーツやるにしても、でそれで募集してですね、1000万だったっけ、あっちはあの1週間かなんかで集めたと、なんかそういうねあの動きがこうどんどんできてきてるっていうのは非常に私は面白い世の中になってきたなという気がします。そういうそのなんていうんですかね、あのなんか物とかサービスとお金を交換するっていうものではなくて、だんだんそのお金の使い方として自分が応援したい人、支援したい人、それに対してこうあのお金を出すという、その応援する気持ちを表すものとしてお金が使われ始めている。これはねなかなかあの世の中的には面白いことが起きる兆候かなという感じはしますね。
で、まあ、かつてもそういうその日本でも昔はそういうなんていうのかな、芸人というか、そういう演芸とかやってる人たちをですね支援したり、あるいはスポーツをやってる、スポーツというか、まあ、演芸の一種になるんですけども、そういうものをですね支援する、まあ、相撲界なんかではね、そういうスポンサーをする人たちは昔からいるわけなんですけども、でそういうものをっていうのがある世の中っていうのは、やっぱりこういろんな価値、いろんな多様性がこう出てきて、だんだんこうね面白くなる方向に向かうんであって、これは一つね、新しいその動きというかムーブメントというか、それになってくるんで、私はこの辺はですね非常に個人的には好きな動きですね。でかつその、うん、劇的にこう経済とかが動くわけではないんですけども、なんとなくみんながこういろいろいろな面白いことをこう自分たちでできる時代、やりたいと思った人ができるし、それを面白いやんって言って応援できる人が応援できる世の中になってきてる。ここはですね、非常にいいんじゃないかなっていう気がしますね。なんかこう世の中の価値がちょっとずつこうシフトし始めてる。でそういうその今までのなんか単なる消費っていうものではなくて、その生産活動に関われるっていう感じですね。消費者ではなくて生産者になれるという時代にこうなってきてるんじゃないかなという感じがします。まあ非常にねこのニコニコ学会ベータ、この明日明後日ですかね、確かニコ生でまた中継があるようなんで、ぜひ、気になる方は見ていただければなという気がします。さて、そんなところで、6時12分になりました。ゴールデンウィークにもう突入しますんで、あちゃこちゃお出かけ、とか、またね、交通渋滞とかもあちゃこちゃ起きたりとか、そういうのもなるんで、まあ、その辺は気をつけてと。で、まだね、急激に暑くなったり寒くなったりする時期でもあるんで、体調管理も気をつけて、あんまり遊びすぎると疲れますぜっていうところですけども。では、そんなところで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。